イリア・ムーロメツは量産された世界初の4発爆撃機である。異教徒を追い払い、キエフ大国を守ったブイリーナの主人公、イリア・ムーロメツにちなんで命名された。イリア・ムーロメツ1913年、イリア・ムーロメツはロシア帝国のトサンクトペテルブルクにあった、国営ロシアバルト工場飛行機設計部の経験を元に開発された。 この飛行機はもともと旅客機として設計され、1913年12月10日に、初飛行し1914年2月から16人の乗客を乗せてデモ飛行を行った。1914年6月には、キーエフスキーと名付けられた第126戦が、サンクトペテルブルクキエフサンクトペテルブルク間の14時間38分の周回飛行の記録を立てた。また、 イリア・ムーロメツは、その他、高度、飛行重量においても記録を立てている。ルースキー・ビーチャシ第一次世界大戦が始まると、シコールスキーは、爆撃機として、再設計することにし、8 0 0ラムの爆弾を搭載可能にし、9兆の基準を設置し、エンジンを5ト、mm、ルの走行版で保護するようにした。なお、イリア・ムーロメツは、エンジンや、 平層の違いから大きく4つの型に分けられているが、実際には、機種形状や、尾翼の数、形状等すべての機体において細かな違いが生じており、一つとして同じ機体はなかったと言われる。ロシア帝国空軍のイリア・ムーロメツ1914年秋から、ロシア帝国空軍は、イリア・ムーロメツを使い始めた。1914年12月10日、 最初の爆撃機部隊は空中艦艦隊と呼ばれ、1915年2月12日には、ヨーシフ・スタニスラー・ボビチ・バシコの第150戦、キーエフスキーが初の実戦行動を取った。1916年の夏までに20機まで徐々に機数を増やした。1916年9月にドイツ帝国の4機のアルバトロス戦闘機と空戦を、 行い一機が撃墜されたが、これが空戦による唯一の損失であった。1916年には他国の銃爆撃機も現れるが、イリア・ムーロメツの影響を受けている。シコールスキーもライセンスをイギリスとフランスに売っている。ドイツも撃墜した機体を参考にしてコピーを作ろうとした。1916年頃には他国の爆撃機に速度で劣るようになり、 装甲の増強は重量増を招いたので、シコールスキーは金属構造材を多く使うアレクサンドル・ネイフスキーの開発を始めた。イリアム・ロメツは1913年から1918年まで73機が作られ、400回出撃して65トンの爆弾を落とした。1917年の2月革命後、空中艦艦隊はそのまま、 アレクサンドル・ケレンスキーの臨時政府の軍に編入された。その後、ドーネガキの10月革命によって各地に無数の政府が乱立すると、旧ロシア帝国軍空中艦艦隊の機体も各勢力によって接取された。特に主戦場の一つとなったウクライナでは、ドイツ帝国軍の軍事力を背景に成立した。 パウロ・スコロパード・式政権のウクライナ国軍空中艦艦隊、その軍隊を吸収したシモン・ペトリューラのウクライナ、人民共和国ディレクトリア軍と連合したポーランド軍、それらに敵対したソビエト政府の赤軍等を各国軍で使用された。最終的には赤軍によってソビエトロシアの空中艦艦隊に集結され、1919年まで軍用に用いられた。 一部の機体は練習機として、また一部の機体は爆撃機として、ピョートル・ブラーンゲリ将軍の白軍勢力ロシア軍に対する攻撃に用いられた。その後、保管されていた5機が1921年の5月1日から11月16日まで、モスクワ・ハリコフ線で旅客、郵便機として使用された。ありがとうございます。